どうも、ともよです。このチャンネルは栃木県にあるカメラ屋さん、佐藤カメラで働くアソシエイトたちがそれぞれの目線でお送りしています。ともよです。はい、今日はカメラクリーニングの動画を撮っていきます。私が普段やっているカメラクリーニングを紹介したいと思います。カメラクリーニングはですね、クリーニングをしないと写真にゴミが映り込んでしまうのと、定期的にきれいにしておかないとカメラにカビが生えてしまったりするので、メンテナンスをしないといけないんですけど、きれいな方が撮っていてモチベーションが上がるので、それも含めね、クリーニングが大切なんですよ。はい、今日は私が身につけたクリーニングの技術をお伝えしたいんですけど、本当は教えたくない部分もあったりしたりするんですが、皆さんにカメラをね、綺麗に使っていただきたいっていう気持ちもあるので、今日は特別にお伝えしようと思います。まず使うもの、ブラシ、クリーニングクロス。この箱の中には私のクリーニングセットが入ってますんで、ブロワー、アルコール。アルコールは無水エタノールを使っています。一番綺麗に拭き取りムラがなく汚れが取れるのと、ゴミが磨いた後につきにくいので無水エタノールです。ドラッグストアで買えます。あと液晶画面を最後に磨く液、スーパーコート、スムーズペン、油ですね。マウントを磨く時に最後に使います。とライト。LED ライトの方が見やすいのでおすすめです。ピンセット、綿棒、シルボン紙ですね。このアイテムを使ってカメラをきれいにしていきます。はい、出しすぎたね、一気に出しすぎたけど、はい。それとセンサーにゴミが入ってるかの確認をするためにライトを使います。これがない場合は白い紙とかでも大丈夫です。今日は手元の様子も撮りたいので、ここにカメラをもう1台置いて、ちょっと見栄えは良くないかもしれないんですが、この子で手元を撮っていきたいと思います。じゃあまず外観についている大きな汚れとかゴミとかをね、撮っていきます。このブラシを使ってシャシャシャーと落としていきます。はい、溝という溝にゴミがね入ってますんで、これで。なんで外観からやるかというと、外観がね汚れてたら、せっかく綺麗にしても外観触った手でこうなっちゃうと意味がないので、最初に周りをね綺麗にします。外にね撮影行った時とかはもう砂ぼこりがないようなところでも容赦なく入り込んでいるので、しっかり落としてください。汚れている証拠ですね。フードが取りづらいのは汚れている証拠です。クロスを引く下にテーブルとクロスの間にカッター板とか置いとくとクッション性が増すので、ある場合は敷いた方がいいです。外観をブラシでやったら、この後綿棒でボタンのねところを磨いていきます。アルコールです。ボタンの部分とかが一番もうギトギトしてるんでギトギトというか、ギトギトはしてないけど、一番触るところなんでね、シャッターボタンとかメニューボタンとかは容赦なく汚れています。綿棒にアルコールをつけてボタンを、シャッターボタンのところと、あとこのダイヤルね、このダイヤルのところが容赦なく汚れていらっしゃるので磨いていってあげます。でね、汚れた手で触ってるわけじゃないんだよね。汚れた手で触ってるわけじゃないけど、必死になって撮ってるからさ、手の汗もあるだろうしさ、空気の汚れプラス手の油みたいな感じで汚れてしまうんですよ、ボタンのところは。ほら、こんなに汚れてます。磨いていってあげます。喋った方がいい？喋った方がいいよね。ここは早送り再生してくれてんのかな。アルコールで磨く時の注意点は、グリップの部分とかはアルコールは絶対につけちゃダメです。アルコールをつけちゃうとベタベタで劣化しちゃうので、アルコールは絶対につけない。でもやっぱり握ってる場所なので、グリップがもし汚れて気になる場合は、タオルを水で濡らして結構ぎっちり絞った状態で磨いてあげてください。それだけでもね、全然気にはならなくなると思うので、それでお願いします。ここもね汚れてらっしゃる、ここストロボのシューのとこですね、シューの部分も汚れてるので磨いてあげてください。よいしょ、アイカップも
スムーズに濡れたふりをして、ここも磨いてあげます。溝はブロワでねやってあげて、このブロワはいろいろブロワがあるんですけど、私のおすすめはこのブロワが一番、私の手の大きさにはちょうどいいので、こうやって押すよりもう本当握って出せた方が私的にはやりやすいので、手の大きさにフィットするのはこの大きさが一番フィットするやつなので、これが愛用です。私大きすぎないので持ち運びにもいいので、ね、それがいいんではないでしょうか。フライパンはこんな感じで、ほらほら汚いだろ、どうだどうだ、はい、よし。で、次はレンズの外側の方を磨いていきましょう。できるトモヨを演出ね、こんなトモヨもいいなと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。そろそろ梅雨の時期なので、カビが生える時期になる前にクリーニングの方は一度していこうがいいと思います。